安倍の統計 GDP の改ざん事件は大変なことになってきました。悪事はバレるとはこのことです。30歳の若手論客の望月さんに伺いたいです。これ統計の不正をめぐる、続報がどんどんとこう更新されていきますので、なかなか、ね、整理も追いつかないというところであるんですが、はい、望月さん、これ一連この様子を見ていてどうお感じですか？そうですね、まずもうずっとこの話題がもう年明けから持ちきりだとは思うんですけれども、はい、本当に重要なテーマだと思ってまして、はい、で未だに、なんていうか結論が出てない部分がかなりあるので、国会を中心にこの議論を深めてほしいというふうにはまず思っているところですね。で、意味合いとしては、やはりその、現在の政権が、かなりその経済がうまくいっているというところの、ストーリーがありまして、その政治的なところで政権とはちょっと合わないなと思っている人でも、やっぱり経済がいいので、支持しますという方もかなり多かったと思うんですよね。で、そこの部分がどうだったのかという評価に直接関わる、やっぱり統計に対しての信頼性が揺らいでいるというところなので、もちろん政権側はやり過ごしたいと思うのはもちろんそうなのかもしれないんですけど、短期的には。ただやっぱりここは本当に歴史的な評価にも関わるところですし、今やっぱり政府そのものに対するその信頼感を取り戻しておかないと、この後何やっても、これからその消費税上げるとか、その様々なこのビッグイベントが待ち構えている中で、例えば消費税を上げても経済が悪くならなかったですとかっていう話が出てきても信頼できないじゃないですか。なのでそこの部分は、その政治的な官邸から口利きがあったなかったとか、そういったことも含めて、どういう形でどういうことが起きたのかっていうのの検証は、かなり時間をかけてここはやってもらいたいなというふうに思いますね。後の評価にも影響する、そういう事案ですよね。僕たち小学生は歴史にはイカサマがあることをよく理解したいね。